どうも、メッセージありがとうございます。今回は一般公開させていただきますので、お名前はね、えー、K さんと呼ばさせていただきます。メッセージありがとうございます。まあ、入金の方もあったようで、えー、ほっと胸をなで下ろしているところもありますけども、やっぱさすがですね、えー、私はですね、リスクヘッジをやっぱ非常にこう強調してましたんで、K さんはそれをしっかり受け取ってくださってね、情報も取っていったりとか、自分の判断を増し加えたりとか、 何もしないでいいというものを真に受けずにきちんと自分で考えて、えー、冷静に対処していただいていると思います、えー。本当にすごいですよね。大した裏付けも取らずに自分の投資の能力もないのに大きな金額をドカンといっちゃうことのね危なさっていうのはね本当に今回痛感した方多いんじゃないかなと思うんですよ。で逆に言うとですね今まで何回も経験してるけどまたやってしまったってことに対して、えー、深いね 反省とこれかららそうはならないぞっていうふうに考えてると思いますけども多分ねまたやっちゃいますよ。<laughs> だからね事の本質っていうのは学ばずに人間って進んでそのまま死んでいくんではないかなと思うんですよ。で 結局ははは普通はそうはできないとかね私は普通の人だから凡人だからっていう風にして普通の人に逃げ込んでしまうんですよ、うん、だから普通の人で終わってしまうかもしれないけどやっぱりね自分の普通をどんどん否定していかないことには何も変わっていかないかなと思いますで私たちはねやっぱり自分の人生を取り戻すために、うん、少なくとも経済的な自由とかね時間的な自由を手に入れていく要するに普通から抜け出そうとしてるわけなんですよでもやっぱりそこに、えー、自分はやっぱり普通だからってことで世の中の誰でもない自分 自,分自身が自分の人生の最大の邪魔をしているってことなんでしょうね。きっとね。はい、えーっと。 で10年を持たないだろうと私は思うんですけども会社のミッションとしては100年続く会社で1兆円の企業に目指していくということでその要素っていうのはねやっぱりこう成長の速度が速ければあの成長期に骨が伸びるのと一緒でですね途中怪我をしたりとかうんなんかオーバーワークになったりするものなんですよでもやっぱり中小企業のやること人間のやることですから時においてね 失敗とととかか間違いははあると思うんでですよで人はねやっぱりそういうのを他人の失敗とか他人の間違いを許さなくって袋叩きにする傾向にありますよね。で今回も確かにねその遅延が起きたのはそれはね許されることではないですよ許されることはないんだけどもそれ許されないからといってそこに対してね詐欺だとかインチキだとか信用できないとかっていうのはまたねまた別の議論なんですよ。 でずっとね何も起きてない時は「あすごくありがたいよね」って言っといてで何かがねちょっとしたボタンの書きまちが起きた時に自分も一緒になってね攻撃する人と一緒にこう何て言うんですかねあの言ってみれば邪魔をするわけなんですよ。改善しようとして毎日毎日意識を込めて「ああ皆さんに迷惑かけてる申し訳ない申し訳ない」と思ってる人を。 さらにやり込めてしまうところってのはね私もあんまり良くないなと思います。自自分分がが選んだここことでででそこに共共同同参参加加してるわけすすよこれ共同参加ですからねじゃあ、あのー、全体の資金がうまく回らなくなった時にあなたは何をしてくれるんですかどんな協力をしてくれるんですかってことが問われてるのにああ逃げよう逃げよう自分のお金はどうなるんだろうみたいなね。 コインチェックの件もそうですけども、いつもこれなんですよね。やっぱりこう、普通の人から抜けていかないということなのかなと思っちゃいますよね。はい。で、プロダクトローンチっていうのもね、確かにありますよね。めっきり減りましたよね。要するに多様する、多様化することによって、それが特別なものから普通のことになって、普通のことでは何も起きなくなってくるってことなんですよ。まあ、ですんで、今こそね、私は思うんですけども、 この嘘ばかりの世の中で誠実に正直に叩かれても叩かれてもくじけずに一歩一歩進む心が必要なのかなと思いますし責任をごまかさずによし自分が責任取ってみるから任せろ大丈夫だっていうふうにねげ明言する人っていうのがいると思うんですよ。でそういうところに来るとさっきの例のやつの件でもありますけども何か不安が起きた時にまあ紹介を私が出したんだから責任を私が持つから安心してなさいっていうふうにね ダウンンライののの人人人ととととかか周りの人に言えななない人のと多いんん多ここってことなんですよ責任取ってやるからみたいなね、えー、そういう気持ちで多分紹介出してるはずなんですよ責任は取らないけどサインしてなんて言ってないと思うんですよだからその辺もねやっぱりこう人間性かな <laughs> というところですねまあこういうことをねあの繰り返して一方ずつでも一ミリずつでもなんかね 進化していけばいいんじゃないいけばんななかと思います私もだからねあの、失敗をする人を叩くわけじゃないんですよ。これを学びにして、次進みましょうみたいなね、鼓舞する意味で言ってますからね。はい、えっ、ー、と、同じ意味で言えば、N 国党の立花さんですね。はい、えっ、ー、と、立花さんを圧倒的に支持するとかいうね、えー、ことではないんですけども、実際私、立花さんみたいな生き方大好きなんですよ。まあ、こういうことを言うとね、あの、立花さんによく思ってない方ってのは、私もまとめて非難するんですよ。 私は、立花さんとかね、堀江さんとか、大悟さんみたいな考え方と生き方が好きですよ。与沢翼さんみたいな考え方も好きで、それに憧れて、少しでもそうなろうと思ってます。でもそれは私がそう思ってるだけで、皆さんもそうなりましょうっていうふうにね、あの、押し付けてるわけではないのに、私がそういう考え方をしてますよって言ったら、なぜかね、それはいけないというね、それはあのよく分かってないっていうふうに、自分の考えを押し付けてくる方がいるのも確かなんですよ。でも私は負けませんからね、自分の人生は自分で責任を持って生きていきます。<laughs> これからもそうですね。で、青次郎 王子さん、ね、美咲太さんんねもそうです私もねミスタキユーサーさんのことは誤解ししてましたあの動画を流してくれるまでは私は三崎雄太さんのことをあの、うん、本当にね脱税をしたこっちがねあの借金してまで税金払ってるのにあんなに儲けてる人が何で脱税するんだみたいなそのぐらいのことしか思ってなかったんですよこれは完全にマスコミの変更報道によって私の判断が曲げられてたってことなんですよ私もそれほどね あの青白王子さんに興味を持ってなかったんでそこまで深く裏付けを取ってなかったところもありますけども三崎豊さんがああいう動画を上げてきてあ YouTube でこんなことしてるんだっていうところに私も YouTube をやってる人間としてやっとね興味を持って調べるようになった時にとてつもないことを起こしてるなこの国がと。で三崎豊さんみたいな高額納税者として多くの人の役に立ってる人をんでここまで叩くんだみたいなね。 本当に善人を潰していって貢献する人を潰していってずるいことをする人を守っていく。この国の体制にね。本当に悔しい思いがします。えー、で、多くの方は自分に関係ないから放っとくんでしょうけども、やっぱりね。当事者であっても放っておくってことが多いわけなんですよ。当事者でなかったらなおのことをほっといちゃうんでしょうね。 うんちょっとひどい話だなと思いますよね。まあだからといってね、私がね、どんなことができるのかなと思ったらあ、これからも引き続きこうやって動画を通じて、いろんな方に働きかけていくってことなのかなと思います。はい、えー、肩の方は大丈夫でしょうかはい、大丈夫です、えー。過信しないようにしていきますんで、まあでもね、心配したように、 多くの方が1ヶ月かかるものを私はまあ3日4日で治るんだなというところですよねただやっぱりそれをパーフェクトにしていきたいんで無理をせずにね動かさなくていい環境でありますから特にねわざわざ動かすことはありませんこのまましばらく固定していってこの、えー、右肩は安静にしていって今左肩などでねできることはしっかりやっていこうかと思います本当にねおとといはメールの返信も録にできなくって1行2行しか打てなかったんですけども今はねきちんと利き腕で えー、こう打ててますすんんでで大丈夫ですあの指もちゃんと動きますし、ね、早いでしょでとにかくこのね肩を無理にグイッとね、あのー、瞬間的に上げるようなそんなねクイックリな動きをしなければ普通ですあとはやっぱり補助的にこういうふうに左手で支えながら様子を見ながらやってるところですんでねご心配いただきましてありがとうございますすべてのことにおいてリスクヘッジをして身の丈に合った行動すれば大けがはないということでございますんでねえー、やっぱりね あの大きなお金がなくなっちゃうことに不安をかられるっていうのは私は2つの原因があると思います一つはお金にこだわりすぎなんですよなくなってもいいと思うぐらい大胆にならないといけないところとあとはあのなくなっても大丈夫のようなリスクヘッジをしておけば、まあ、あのなくなっても大丈夫だということなんでしょうね特に今回例のやつでいきなり何百万とか入れてる人もいるし自分の紹介者さんに何百万とか何十万入れさせてる人もいるんですよそれはちょっと無責任じゃないかなと私は思いますけどもね うんだから自分のお金もおどうなるんだろうどうなるんだろうと思うのに人のお金がなくなっちゃったら自分が進めたことによってなくなったらその人のお金まで責任取るような。 そんなね、そんな気持ちでやっぱり紹介を出していただきたいと思います。だからこそ、最初の一口でっていう話がやっぱり私は絶対出るんですよ。だって人のお金、例えば何百万とかっていうのを1000人もカバーできないですよ。もう10億になっちゃいますからね。だから、10万からやってみて、あとは自分で考えてくださいってことなんですよ。10万くらいだったらなくなっても私は保証できますよ。それはもうね、はっきり言ってね、10万円なくなっちゃったくぶさんってたら、わかりました。私の責任があります。保証しましょう。ぐらいのことはできるからやってるわけなんですよ。まあでもね、もう本当に。 困ったもんです <laughs> はいありがとうございました。でもね、いろいろと申し上げました。あの、バラバラになった、よく分かんない返信動画になりましたけどね、えー、今回、えー、K さんから頂い,いたメール、非常に、えー、嬉しいなと思いました。これからもよろしくお願いします。